今日は3月1日です。これが去年食べたスイカの種です。10粒これスイカ包みます。これをこのタッパーに入れて、これはかぼちゃ、皮がちょっと白っぽいかぼちゃの種です。これもここに包みます。スイカはやっぱりあと10個ぐらいあるかな。スイカ20個にしました。とこれは皮がちょっと黒っぽかったかぼちゃの種です。ここに水を入れます。これをちょっと温めてホットカーペットの上とかに置いときたいと思います。